尖閣諸島に中国海峡局が侵入を繰り返す中、中国の言い分は台湾が尖閣諸島を領土と主張しているのを逆手に取っている。現在では台湾を通り越している状況だ。今回は尖閣巡視船部隊に大型巡視船やさずきが就役、詳しく見ていきます。台湾が尖閣を領土と宣言撤回し、日米で台湾を防衛するって、話でちょっと動き出すような、私だけの考えです。この2021年11月19日には、中国海警局の所属船舶4隻が、今年累計で31回目となる尖閣諸島周辺海域の日本の領海へと侵犯を行う事態が発生しており、同海域における中国側からの圧力は増すばかりという状況にある。日本政府では、松野官房長官がこの事実を認め、中国政府に公式な外交ルートで厳重な抗議を行ったと記者会見で語ったが、中国側がそうした行動を革新的に行っている以上、今後も続くことは容易に想像できる。ちょうど1年ほど前の2020年11月には、中国の王毅外相が来日していたが、この際にも王毅外相はいかにも尖閣諸島は中国が領有する場所であるかのような発言を繰り返し、日本側のそれを放置するかのような対応も記憶に新しい。ここで王毅外相は、中国が尖閣諸島を領有しているという事実を理解していない一部の日本の漁船などが同海域への侵入を繰り返しており、その対応に中国海警局の船舶が追われているかのような発言を行っていた。こうした発言を日本側がその場で訂正を求めないことをいいことに、中国側は王毅外相の発言がさも事実であるかのような体裁を繕い、中国の尖閣諸島領有を既成事実化するという自らに都合の良い方向に推し進めている。特に今年2021年2月には中国海警局の武器使用を大幅に緩和する海警法の改正を実施しており、従来以上に現場の中国海警局の船舶の乗組員らの恣意的な判断で携帯及び船舶備え付けの重火器を使用可能にしている。続く4月末には海上交通安全法を制定し、9月から施行させているが、同法は中国の領海内を航行する外国籍の船舶を中国海警局の判断で退去させる権限を与えると明示しており、尖閣諸島周辺に適用させてくるのは確実だろう。海警法にせよ、海上交通安全法にせよ、そもそも民主主義の法治国家ではなく、むしろ路人治国家とでも言うべき中国が法に基づいた対処を行うという定義自体が噴飯ものなのだが、狡猾であることは認めざるを得ない。いずれはこうした中国が一方的に制定した法であっても、これを盾に尖閣諸島周辺海域における日本の漁船や海上保安庁の巡視船等に対して、中国は法にのっとって適切な対処をしたと主張し、排除を正当化するのだろう。こうした尖閣諸島周辺海域が危機的な状況下にあると言える2021年11月12日、海上保安庁に最大規模の巡視船である黎明型3番艦のあさずきが就役を迎え、中国海警局へ対抗する新戦力となることが期待されている。あさずきは排水量約7300トン、全長 150.0m、全幅 17.0m、深さ 9.0m の艦隊に軸出力で36000馬力を発生する4機のディーゼルエンジンを搭載しており、
海上保安庁の巡視船としては前日通り最大規模だ。例えば、海上自衛隊の最新鋭のイージス艦である、マヤ型護衛艦でも、基準排水量8200トン、満載排水量1万250トン、全長170メートル、全幅 21.0 メートル、深さ 12.0 メートルの規模であり、浅月の大きさがご理解いただけるだろう。浅月は、その艦隊の大きさに準じて、兵装面でも、海上保安庁の巡視船としては、多数が搭載されており、スウェーデンボフォース社製の 40mm 単装機関砲 MK4 を2機、ゼネラルエレクトリック社製の 20mm バルカン砲 M61 を2機備えている。また、浅月は、艦隊オブに、ヘリコプター用の離発着甲板と格納庫を装備しており、通常時には、1機のヘリコプターの搭載が、標準とされているが、物理的には、最大2機、なので、収納と運用が可能であり、航空運用能力の高さも特徴である。浅月が艦載機とするのは、ユーロコプター社製の EC-225 シュペルピューマ向きイタスヘリであり、同機を2021年3月の段階で海上保安庁は10機保有しているが、さらに追加で5機の調達を行う予定とされている。これは今回秋月が配属される海上保安庁の第11管区海所保安本部で最も注目を集める点でもあり、同保安本部には、これまで、もっとサイズの小さいシコルスキー社製の S76D ヘリコプターを1機搭載できる、巡視船しか存在していなかったためだ。それらは、うるま、沖縄、琉球の3隻の津軽型巡視船であり、排水量約3200トン、全長 105.4 メートル、全幅 14.6 メートル、深さ 8.0 メートルと小型の艦隊であるため、運用可能なヘリも、それに準じたものだった。シコルスキー社製の S76D ヘリは、搭乗員2名以外には、最大で、12名ほどの収容力を持つ機体だが、ユーロコプター社製の EC-225 シュペルピューマ向きイタスヘリは、3名の搭乗員以外に、24名の収容と1機で、倍に相当するキャパシティを持っている。このため、浅月は、非常時に、仮に、機の EC-225 シュペルピューマ向きイタスヘリを艦載した場合には、うるま、沖縄、琉球ら津軽型巡視船の4倍の輸送能力を持つ計算となり、警備や救難活動能力が飛躍的に高まると言えるだろう。こうした新造の大型巡視船、浅月の配備など、尖閣諸島周辺海域に向けた、海上保安庁の警備力の増強は随時進められているが、同海域への中国海警局の進出の影響は大きく、一部からは、すでに、そこは、日本の領海とは言えないとの指摘の声も聞かれる。主として、これらの主張を行っている人々は、漁船等に乗り込んで、尖閣諸島に接近を試みた場合、中国海警局の船舶からの妨害を危惧する海上保安庁の巡視船によって、そもそも接近することを禁じられてしまうと憤っているようだ。中国海警局の船舶が、現在のように4隻を1組とする船団体制で尖閣諸島周辺海域を闊歩するようになったのは、2012年に魚釣島らの3島を日本政府が国有化して、以降から特に顕著となったものと見さされており、この動きへの中国側の反発が大きいようだ。そこからは、日本政府が尖閣諸島の領有化を強化しようと政治的に動いたことで、むしろこれを妨害しようとする
中国側の強硬路線を招いたともいえ、日本の漁師の方々が普通に漁場とできる状態ではなくなったのは事実かもしれない。しかし、この状態をもって海上保安庁が中国海峡局、海警局の船舶に対して弱腰な対応をしているかのように主張するのは疑問であり、日本政府が政治的に確固たる方針を支持しない限り、海上保安庁の船舶個々の判断での対応はできないだろう。現時点で海上保安庁の現場の船舶が取り得る対策は、日本の漁船が中国海警局の船舶から危害を加えられないようにガードすることであり、いたずらに中国海警局の船舶に好戦的な態度を見せるわけにもいかないという受動的な立場しか取り得ない。これをもっと能動的にせよというのは、現場の海上保安庁の船舶に言うべきことではなく、日本政府そのものへの対応を問うべきであり、現場判断で勝手な振る舞いもできない海上保安庁の職員の方々にこれ以上の負担を強いるべきではないと思える。1972年の日中国交正常化の際に、尖閣諸島の帰属問題については棚上げとしてしまったツケが今の現状に回ってきている状況であり、海上保安庁自体に現状の責任を追及するような物言いは全くの見当違いと言うべきだろう。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。海自が誇る潜水艦が敵役に、静粛性ではトップクラスの潜水艦、各国共同で探し出す訓練を、日米英合同訓練はどんな展開を見せたのか。2019年3月14日15日の2日間、日本の本州の南方海上において、日本、アメリカ、イギリスの3カ国の艦艇、航空機による共同訓練が実施された。この日米英による共同訓練は、今回で2度目の開催であり、前回、つまり初回の実施は2018年12月で、同じく海域となる太平洋上で行われた。日米英といえば、くしくも第一次世界大戦後から第二次世界大戦までの間、世界の三大海軍国と呼ばれた国々だが、当時と大きく異なるのは中国海軍の台頭を念頭に置いている点だ。2018年12月の共同訓練には、海上自衛隊からは護衛艦いずもが参加し、イギリス海軍のフリゲート艦アーガイルと共に、アメリカ海軍の潜水艦を敵に見立てた対潜哨戒訓練を行った。今回の2019年3月の第2回目の共同訓練には、
海上自衛隊から護衛艦村雨と潜水艦、イギリス海軍がフリゲート艦モントローズ、アメリカ海軍の対潜哨戒機が参加した。第2回目の方が小規模な実施となったが、海上自衛隊から参加した潜水艦の艦名までは公表されておらず、今回はこの潜水艦が敵役を演じたものだと考えられている。航空機は海上自衛隊が P1 哨戒機、アメリカ海軍が P8A 哨戒機を参加させており、これらが艦艇と共同で海上自衛隊の潜水艦を相手に訓練を行った模様だ。ただ参加した潜水艦の数は不明であり、敵役だけでなく複数の潜水艦が敵味方に分かれて、それぞれに対潜哨戒機、水上艦艇と連携したことも考えられる。こうなってくると公表されていないこの訓練の結果、つまり敵役と味方役のどちらが勝ったのか、もしくは優勢だったのかが非常に気になる部分でもある。どちらにせよ太平洋に面し、これまでも日米同盟に基づく共同訓練を行ってきた日米に加えて、本国から遠く離れた海域にまで艦艇を派遣したイギリスには注目だろう。イギリスは将来的には最新鋭の航空母艦クイーンエリザベスをもこちらの海域に派遣する予定だと伝えられており、中国海軍への対応に注力する姿勢がうかがえる。ただし今回参加したイギリス海軍のフリゲート艦モントローズは、もともとは北朝鮮が行っている洋上での違法な物資供給を監視する目的で派遣されていたものだ。いわゆるセドリと呼ばれるこの北朝鮮の違法行為に対し、各国が経済制裁を無効にしかねないとして、カナダやオーストラリアをはじめフランスも哨戒機の派遣を行っている。イギリス海軍のフリゲート艦モントローズは多くの海上自衛隊の護衛艦と同様にヘリコプターを搭載しており、これらを活用し洋上の監視任務に当たっている状況だ。ちなみにフランスも日本とインド太平洋海域における共同訓練実施に大筋で合意しており、フランスの誇る原子力航空母艦シャルル・ド・ゴールの派遣も予定されている。こうして見ると西側諸国の保有する航空母艦の多くが日本の近海に集中することとなり、海上自衛隊の出雲、加賀の改修後にはさらにその傾向が強まると言えそうだ。もちろんこの背景には南シナ海で圧力を強める中国海軍を牽制する狙いがあり、もはや一国では中国に対抗できない西側各国の協調路線が鮮明になったものと解釈できる。このような動きの中で日本をはじめ中国海軍への抑止力として期待されるのは、やはり第5世代のステルス戦闘機 F-35 シリーズの配備だと思われる。海上自衛隊は護衛艦出雲、加賀を改修し F-35B ステルス戦闘機を艦載機とすることが確定しているが、イギリス海軍の航空母艦クイーンエリザベスも同様だ。すでにアメリカと F-35B ステルス戦闘機の共同運用を開始しているクイーンエリザベスは、海上自衛隊にとっても非常に有益な参考例となるだろう。
ただし、初観用にスキージャンプ方式を採用したクイーンエリザベスより、出雲加賀にとっては、アメリカの強襲揚陸艦での運用の方が、より近いと言えるかもしれない。F-35B ステルス戦闘機については、その短距離離陸垂直着艦という特性を実現するための構造上、どうしても耐用年数や航続距離が短いという欠点を内包している。しかし、同機が持つ高度なステルス性能と最新のレーダー技術は、仮想敵たる中国海軍の策的網を超える作戦行動が可能だとめされ、数で劣る自衛隊には欠かせない戦力だ。遼寧をベースに、今後は自国建造でカタパルトを備えた大型の航空母艦を配備しようとしている。中国海軍に対し、F-35B ステルス戦闘機と潜水艦は必須の戦力と言えるだろう。一方、アメリカ海軍の原子力航空母艦は、現在の主力の F-18 戦闘機に代えて、F-35C ステルス戦闘機の配備を進めている状況だ。これも、すべての機体を一気に代替するわけではないため、任務に応じて F-18 戦闘機と、F-35C ステルス戦闘機を併用する運用となるのだろう。こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。ついにパクった中国空軍 J-31 ステルス戦闘機が始動するのか。最近は言った話になるがいよいよという話も聞いている。でも、表に出てきていないのはどうしてだろうか。考えてみると、やはり F-35 に似ている多打エンジン2を単発から双発に変えて製造しているだけだ。無論、誰が見てもパクっている状況がわかる。だが問題はそこではない。中身が大事。中国側も、そこまでの技術はなかったのか J-31 戦闘機が表に現れるのが遅すぎている。遅れれば、無論日本も F-35 戦闘機の導入が決まっている。装備は数でも上回ってくる。しかし開発が遅れている状況だっただが、量産化するとの噂を聞きつけて今度こそは、
そう中国側も狙っているところだろう。では、もう少し詳しく見ていこう。この J31 戦闘機は、空母の艦載機として開発されたと言われています。2012年11月の広東省での航空ショーで、J31 の模型が公開されましたが、肝心のスペックなどは不明でした。中国が開発したステルス戦闘機としては、J20 に続く2機目なのですが、謎めいた戦闘機と、もっぱらの評判です。J31 の試作初号機が初めて飛行したのは2012年でした。その後、改良された試作2号機が登場して、様々な試験が続行され、予定では2019年までに量産機の初飛行が行われると言われていたようです。しかし、2019年に J31 の量産機が姿を現すことはありませんでした。中国が開発した J31 戦闘機ですが、日本の自衛隊が導入している F-35 戦闘機の模造品とも呼ばれています。あまりにも似すぎているんですね。要するにパクったんだろう？というわけです。F-35 の情報を中国が盗み出したという噂もあり、似てるのも当然と冷ややかな見方もあります。そういう世界の評判を気にしているのか、J-31 についての話はなかなか聞こえてきません。航空ショーで展示された模型を見ると、搭乗者は一人で、エンジンを2機積んだ双発形式ということです。2枚の垂直尾翼が外側に傾けて付けられていて、機体の姿もなかなかおしゃれ。しかも、ステルス機能は先輩である J20 より優れていると思われます。しかし、アメリカメディアの報道によると、中国空軍の指定色に、塗装されたステルス戦闘機 J31 が初めて姿を見せたということです。ひょっとしたら、この機体こそ J31 の量産機なのではないかという推測もされています。もし、J31 の開発が、スケジュール通り進んでいるとしたら、2022年までに初期作戦能力 IOC イニシャルオペレーショナルキャップアビリティを、2025年までに完全戦闘能力 FOC フルオペレーショナルキャップアビリティを獲得する予定ですから、中国はアメリカの次に2機種のステルス戦闘機実用化に成功することになるはずです。J31 ステルス戦闘機について詳しく紹介しましょう。と言っても中国からの情報は皆無なので、様々な写真や映像からの推測ということになります。この J31 は短座型の双発戦闘機です。アビエーションウィークが画像から試算した推定値によると、基本的なスペックは全長が 16.9m、全幅は 11.5m、最大離陸重量28トンとされます。最高速度はマッハ 1.8、兵器の搭載量は機内が2トン。
機外が6トンの計8トンであり、内部燃料のみの戦闘半径は 1250km。 外部に増装携行時の戦闘半径が 2000km と推定されます。前述の先輩格にあたる J20 戦闘機より一回り以上小型化していますし、重量も10トン以上軽い仕様になっています。 J31 のこのような諸元から考えて、空母搭載用として設計されたのではないかと言われてきました。しかし、サウスチャイナモーニングポスト紙、香港で発行されている英字日刊紙によると、中国人民解放軍の最高意思決定機関である中央軍事委員会は、 J31 ではなく J20 の艦載機化を支持しているという報道でした。ということは、 J31 の開発目的はF-35 と同じように海外輸出ではないかと言われています。ちなみにサウスチャイナモーニングポストは、香港がイギリス統治時代に創刊されました。英語読者を多く持つこの新聞は、現在ネット通販大手のアリババグループに買収されましたが、まだまだ本土寄りという空気は薄いようです。その報道ですから、冷静な判断がされているとも考えられます。という意見はありますが、アメリカメディアの考えは、中国空軍保有の J8II 戦闘機を J31 に置換しようと考えているのではないか、という予想です。J31 戦闘機のステルス性能を第一とすれば、空対空ミサイルは4発しか携行できないそうです。機体外部のパイロン、機体から兵装などを吊り下げる部品を利用すれば、最大10発から12発のミサイルを携行できるのですが、そうすると肝心のステルス性能が損なわれてしまうのです。俗に言う、あちら立てればこちら立たず状態でジレンマを感じることでしょう。中国には大型のステルス戦闘機 J20 がありますから、この J31 のどっちつかずの性能は何とも対処に困る存在のようですね。要するに J31 戦闘機は中国にとっては、ステルス戦闘機としてはいまいちな航空機で、それを補強するために大切なステルスを犠牲にしなければならないという本末転倒な代物というわけです。こんなことをするぐらいなら、購入価格がJ31 より安い J10 戦闘機、ステルス性能なしで J8II を置き換えた方が賢明と言えるでしょう。と言っても、J31 の性能が劣っていると思われるのは、J20 戦闘機というものがあるからということができます。高性能な戦闘機を調達したい中国ですが、政治的、経済的な理由で何かと対立しているアメリカから F-35 戦闘機を調達することはできません。となると、J-10 に目を向けることは魅力的な選択肢の一つであることには変わりはないでしょう。改めて考えてみましょう。中国空軍の指定色に塗装された J31 戦闘機の登場が、
果たして本当に量産機の完成を意味しているのでしょうか。アメリカメディアが指摘しているようにいろいろと瑕疵のある J31 戦闘機を中国が本当に導入するのか注目されるところです。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。昨今の南シナ海で各国結束して、航行の自由作戦が行われています。日本だけでなく、米英豪南シナ海近隣諸国は一致団結しようとしています。ただ、一国の中国を抑制しようとね。英国もまた、空母クイーンエリザベスを南シナ海に配備するとのニュースが入ってきた。F-35B ステルス戦闘機を、艦載可能な空母になる。米国の、アメリカ強襲揚陸艦と共に、南シナ海での任務に就くことになるだろう。今、世界では、強襲揚陸艦も、足の軽い軽空母として作戦や、任務に当たっている。では、英国クイーンエリザベス空母の南シナ海で、どんな任務に就くのか、詳しく見ていこう。2020年7月14日、イギリスのタイムズ紙は、同国の航空母艦、クイーン・エリザベスを中核とする空母打撃群が、2021年の日米合同軍事演習に向けて派遣される可能性があるとの記事を報じた。イギリスの航空母艦、クイーン・エリザベスは、同型艦のプリンス・オブ・ウェールズと共に、現在同国海軍が運用する水上艦艇として最大規模を誇り、イギリスのアジア重視の方向性を伺わせる。アメリカの大型原子力空母が構成しているような複数の艦艇を随伴する空母打撃群として派遣される見込みだと伝えられており、同艦を含む8隻以上の一大艦隊での航海になるとの見通しだ。この内訳は、クイーン・エリザベスもしくは、プリンス・オブ・ウェールズにフリゲート艦2隻、駆逐艦2隻、攻撃型原子力潜水艦1隻、輸送船2隻の編成ではないかと見られている。これは、アメリカの航空母艦もそうであるように、クイーン・エリザベスも、次艦を防衛するための兵装もわずかしか備えていないため、艦隊の防衛を行うのはず違反する艦艇の役割となるからだ。クイーン・エリザベスは、基準排水量が4万5千トン。満載排水量が約6万8千トン、全長が284メートル、全幅が73メートルの艦容を誇り、通常動力型航空母艦としても世界最大規模の艦艇の一つだ。
航空母艦としての艦載機は、短距離離陸、垂直着陸が可能なロッキード。マーチン社の F-35B ライトニング2戦闘機であり、最大で同機を48機。ジョージは、その半分程度を運用すると見られている。ただし、近年のイギリス海軍に、往年の世界最大の海軍国として君臨していた面影はなく、深刻な軍事予算の不足もあって自国所有の F-35B ライトニング2戦闘機だけでなく、アメリカの同機との共同運用も囁かれる。これは12機の F-35B ライトニング2戦闘機対応1ユニットずつ、イギリス空軍とアメリカ海兵隊とがシェアし、クイーン・エリザベスを共に母艦として使用するもので、クロスデッキと呼ばれている英米相互共有の運用手法だ。イギリス側のメリットと考えられるのは、前機を自国で用意する初期費用や、搭乗者の育成にかかる時間や費用を極力抑えながら、クイーン・エリザベスの艦載機キャパシティの確保を図れることだろう。一方のアメリカ側からしてみれば F-35B ライトニング2戦闘機を艦載機とするのは、全通艦板を備えるとはいえ、スキージャンプ式の発艦設備は持たない教習揚陸艦が中心のため、同機の効率的な運用が目的かもしれない。また、アメリカは F-35B ライトニング2戦闘機を教習揚陸艦に搭載し、軽空母のように運用するライトニングキャリア構想を進めているとはいえ、その最大艦載機数は20機前後と見られ、クイーン・エリザベスよりはるかに少ない。こうした両国の F-35B ライトニング2戦闘機をめぐる思惑が一致した結果が、クイーン・エリザベスを両国で母艦に使用するクロスデッキ運用の大きな推進力になっているのではないかと感じられる。また、軍事的な観点だけではなく、政治的な観点から見れば、米中の貿易戦争や新型コロナウイルスの問題、また、かつてはイギリスの植民地であった香港への中国政府の弾圧の強まりをイギリスが懸念していることも大きいだろう。日本でも、同様に中国が自国経済に与える影響度合いは大きく、どちらかといえば、これまでのイギリスは、表面上はともかく、実態としては、中国に寛大な政策を実行してきた状態と思える。それが前述のようなアメリカと中国が全面対峙する状況下で、ようやく、イギリスも反中国の姿勢を鮮明に示すことになったのが、クイーン・エリザベスのアジア太平洋地区への派遣という動きに見える。一部の報道では、クイーン・エリザベスの派遣は2021年の日米合同軍事演習だけに止まらず、ある恒常的に対中国政策として継続される可能性もあるという。
これが事実であれば、第二次世界大戦以後、1970年代にはスエズ運河より、東の地域に自国の軍隊の恒常的な展開を終えていたイギリスが、実に半世紀近くの時経て再び軍を派遣することになると言える。イギリスはかつての植民地であり、同国の連邦加盟国である。オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、シンガポールのアジアの国との間に5カ国防衛取り決めと呼ばれる相互の安全保障体制を継続している。5カ国防衛取り決めは各国の防衛力の整備とイギリスの相対的な小国化の進行で、1988年頃までには徐々に縮小傾向にあったが、1997年の香港返還とその後の中国の台頭から再びその枠組みを各国ともに見直す動きがあるようだ。こうした5カ国防衛取り決めを締結していることもあり、仮にクイーン・エリザベスのアジア太平洋地区への派遣が恒常的になる場合には、マレーシアやシンガポールの港を母港化するものと思われる。日本の潜水艦任務は極秘ですが、世界一とも言われます。日米での対潜能力は世界でもトップです。そうです。海上自衛隊潜水艦はやしおが、平成10年前艦隊を含めたリムプク、リムパックで、全滅に追い込んだ話を知っているでしょうか。近年、急激な増艦を進める中国潜水艦ですが、まだまだ日本やアメリカには及ばないということです。では、今回、中国潜水艦ともに日本の潜水艦事情も詳しく見ていきますね。急激な潜水艦の精度は上げることはできないし、潜水艦にはオトモンがあり、中国潜水艦は特徴がありすぎるんだけどな。昨年2020年6月、鹿児島県奄美大島沖の日本の接続水域内を潜航したまま航行する中国海軍所属と思しき潜水艦を海上自衛隊が発見、追尾する事態が発生し、大々的に報じられた。国際法上からは、外国籍の艦艇が他国の接続水域を先行航行することまでは禁じられてはいないのだが、無用な衝突を防ぐため、通常そうした行為をあえて行うことは
控えているのが現実だ。定義上は、ある国の領土から 22km 先までの海域が領海であり、その子から先、さらに 22km までが接続水域、その外側が排他的経済水域とされており、いわば中間の海域である。この件で、中国海軍ものと、おぼしき潜水艦の目的が何だったのかを考えると、最も合理的だと思われるのは、このところ、艦艇数を増強し続ける中国海軍が、自軍の能力を試したものと見る解釈だ。すでに収益させている潜水艦の数的には、戦略型の原子力推進型から、通常動力型の攻撃型潜水艦まで64隻を数えると見られている中国海軍が、日本側の能力を探らんとした可能性が高い。しかし、中国側の予想をはるかに上回った海上自衛隊は、P3 や P1 などの対潜哨戒機や護衛艦、加賀などを投入し、容易にこの行動を探知してしまったというのが実情だろう。もちろん、中国側は、このような不名誉な結果に終わったことを公に認めることもなく、その真相は今のところ確かめる術もないが、一応国籍不明としながらも、日本政府が探知した事実のみが残った。この点だけを捉えて、日本側が探知に成功したことで軍事的に優位にあるかといえば、潜水艦、水上戦闘艦の総数的にはあくまで劣勢であり、飽和攻撃を覚悟されれば、以前危ういだろう。2020年のアメリカ大統領選挙で、バイデン政権に移行した、このタイミングを見計らったように、中国は、台湾や尖閣諸島方面に向けた、軍事的な圧力を、依然として高めており、危機感は増している。日本や台湾に向けてだけでなく、この2021年1月にはフィリピン沖を、航行中だったアメリカ海軍のセオドア・ルーズベルトを中核とした空母打撃群にすら戦闘機や爆撃機を向かわせる行動をとった。一説には、これはセオドア・ルーズベルトに向けた対艦攻撃を模した中国軍の訓練だったとも伝えられているが、個々の航空機や兵装では、劣ると見られる中国軍が自信をつけてきた証左だろう。尖閣諸島に向けられた先兵たる中国海峡局は、今やアメリカの沿岸警備隊を凌駕する世界一の艦艇保有数を誇り、日本の海上保安庁では、大事が厳しいほどの準軍事組織に変貌している。中国がその気になれば、尖閣諸島への上陸は容易であり、日本側も、いざという場合に備えて、陸上自衛隊に水陸機動団を発足させてはいるが、一度上陸を許せば、奪還は非常に困難となるだろう。そのため、中国側の艦艇の尖閣諸島への接近阻止こそがまず第一の優先事項になると思われるのだが、昨年進水した太平洋を加えて、ようやく当面の目標であった22隻の潜水艦体制が鍵と言えよう。対潜哨戒能力は、これまで見てきたように高水準なレベルを持つ海上自衛隊だが、中国のように数に物を言わせた侵攻を起とされた場合、防ぎきれるのかは何とも断言しがたい。日本も中国も
昨今の例に漏れず、近代的な海戦での実戦経験は、ほとんどないが、軍事上の事例としては、1982年に発生した。フォークランド紛争を、両国の関係者、共に研究していると言われている。ご存知のように、フォークランド紛争はイギリス領である。フォークランド諸島をアルゼンチンが吸収、一旦占領したものの、イギリスの反撃によって奪還され、終了を見た戦争だった。この当時から、中国は、アルゼンチン側を支持していた国の一つであり、香港の返還を控えていたこともあり、イギリスに対して、非常に強硬な姿勢で、対峙していたことでも知られている。2000年代に突入しても、アルゼンチンは、フォークランド諸島の領有を、未だ施行しているが、これにも、中国は、賛同の意を続けており、逆に、アルゼンチンは、南シナ海の中国領有の支持を表明している。こうした両国の利害関係の結びつきは、2015年には、中国の建造する、056型コルベットを、アルゼンチンが購入を決め、その他に戦闘旗や、歩兵戦闘車などの兵器輸入でも、拡大が続けられている。最終的にフォークランド紛争はイギリスの勝利に終わったものの、艦艇の損害数を考慮すれば同国の方が大きな損害を被っており、一方的な勝利とは言いづらいものだった。具体的にはアルゼンチン側が一隻の巡洋艦を失ったのに比して、イギリス側は2隻の駆逐艦、2隻のフリゲート艦、1隻の揚陸艦等を沈められており、むしろ艦艇の損害では上回ってさえいた。現在のイギリスは、仮に今フォークランド紛争が勃発するとしたならば、中国からの兵器調達で増強されたアルゼンチン側に勝利することは非常に困難だと認めている。ついにアメリカ駆逐艦を長江河口に姿を中国側へ。今回この事案を詳しく見ていきます。ここ最近の動きが分かってくるような、中国は海側だけでなく陸側にも目を向けないと、ロシアにも注意が必要と分かっているのかな。韓国中央日報の記事によると、2021年4月3日、中国の
北京大学慶応研究所史館のシンクタンクである。南海戦略体制監視計画、スクピが、米海軍第7艦隊所属のアーレイ・バーク級駆逐艦、マスティン。DDG-89 の航跡図を公開し、長江河口付近に接近して、武力示威を行ったと伝えた。スクピによると、マスティンは3月27日に母港の横須賀を出港、東シナ海に入り、上海の東の沖合250km の地点で南下、長江河口にある。船山群島の東側 50km にまで接近し通過したことを明らかにした。この日、中国福建省のアモイで中韓外相会談が開かれており、北朝鮮問題などについて話し合われたとされているが、米韓の同盟に亀裂を生じさせようとする中国の動きと、韓国がそれに乗らないように、牽制意味合いがあったのではないかとの憶測がある。中国もまた、同日に空母、遼寧を含む6隻からなる艦隊を沖縄本島と宮古島の間にある宮古海峡の公海を通過させて西太平洋に進出させた。空母遼寧以下055型連配級ミサイル駆逐艦南アキラ、052D 型コンアキラ級駆逐艦生徒太原、054A 型フリゲート艦清華、901型総合補給艦コリン湖の6隻からなる艦隊は3日午前8時に長崎県の男女群島沖南西 470km を航行中に海上自衛隊に発見されていた。遼寧は宮古海峡を通過した後、台湾周辺において訓練を実施していると中国海軍報道官が明らかにした上で、中国海軍は計画に基づいて今度も同様の訓練を展開する予定であるとしている。今回の中国艦隊で特筆すべきは、055型連配級ミサイル駆逐艦、南アキラの存在である。この南アキラについては、海上自衛隊が2021年3月に今アキラ級駆逐艦、生徒、航海型フリゲート、隊形とともに対馬海峡から日本海に入ったことを確認し、初めてその存在を認知したとされていた。なお、日本の防衛省では連配級ミサイル駆逐艦と呼称しているが、米国防省や国際戦略研究所年報ミリタリーバランスでは連配型巡洋艦としていて、日米での呼称が統一されていないのであるが、南アキラの満載排水量は1万3000トンとされていて、米海軍のタイコンデロガ級巡洋艦が1万トンであることからすれば、巡洋艦とすべきであろう。連配型巡洋艦は、ステルス性の高い艦隊で、高性能とされる。2種類のアクティブフェーズドアレイアンテナ、AESA、低非探知レーダーなどが採用されていて、高度な情報分析が可能として、西側諸国では、中国海軍のイージス艦として認知されている。中国海軍は、この先、この、連配型巡洋艦の建造に注力していくとされ、今回艦隊に含まれている1番艦、南アキラのほか、2番艦、大連が、2020年12月15日に就役して南海艦隊に、3番艦、ラサが、2021年3月2日に就役して、南アキラと同じ北海艦隊に、配備されていて、その他に、5隻がすでに浸水し、偽装工事が進められている。中国海軍は、
今後、空母と連配型巡洋艦とを組み合わせて艦隊を組ませ、米海軍でいうところの空母打撃群として運用するのであろうと予想されている。4月4日には、米海軍の空母セオドア・ルーズベルトを含む第9空母打撃群がマラッカ海峡から南シナ海に進出しマレーシア空軍との合同訓練を実施するなど活動を展開しているが、セオドア・ルーズベルトは今年になって2回目の南シナ海入りで、米海軍は定期的作戦行動としているが、今回の中国艦隊の動きに合わせた行動と見る向きが多い。また、4月7日には、中国軍機15機が、台湾の防空識別圏 ADIZ に侵入したが、同時に、米海軍は第7艦隊のアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦、ジョン・S・マケインによる台湾海峡通過を実施しており、台湾周辺から南シナ海にかけて、まさに一触即発の状況が続いている。ここ数年の中国による異常なまでの軍事的海洋進出については、日米や周辺のアジア諸国のみならずヨーロッパ諸国も関心を示しており、フランスがフリゲートや原子力潜水艦を南シナ海で航行させたほか、ドイツ海軍がフリゲートを派遣しているほかにも、米海軍が最新鋭空母、クイーン・エリザベスを含む空母打撃群を派遣して日本に寄港させると発表するなど、米や豪などとも協力しながら中国を牽制する動きが出ている。この仏独英三国は、2020年9月に、国連において、中国が南シナ海において、管轄権があると主張している、九段線が、国連海洋法条約、ウンクロスに、違反しているとして、公上書を国連に提出しており、中国の主張に反対する。立場を明確にするために、軍艦を派遣しているのである。このような動きに対して、一歩も引く気配のない中国だが、はっきりしていることは、台湾にせよ、尖閣諸島にせよ、海戦のイニシアチブを握っているのは中国側であるということだ。特に、台湾においては、戦時、米インド太平洋軍司令官に就任したジョン・アキリーの海軍大将が、多くの人が理解しているよりも、中国が台湾に侵攻する脅威は深刻で切迫していると述べて注目されている。さらに、アキリーの司令官は、前任のフィリップ・デイビッドソン司令官が、今後6年以内に、中国が台湾に侵攻する可能性が非常に高いと述べたことについては同意しないと述べて、いつでも中国による台湾侵攻が差し迫っているとの考えを示した上で、米国が東アジア地域の防衛力を強化するために提案している予算270億ドル、約2兆9000億円の計画を早急に実施する必要があると主張した。そして、中国の台湾侵攻を何もせずに許してしまうことで、台湾近海を経由している物流が滞ることで、貿易に影響が出る恐れがあることと、日本、韓国、フィリピンなどのアジアにおける米国の同盟諸国が寄せている信頼が大きく損なわれることを懸念していると述べた。米インド太平洋軍の新任司令官がこのように述べたことについて、日本政府は、
その発言の重みを真剣に考えるべきであり、台湾をめぐって米中の軍事衝突が発生した場合、決して対岸の火事ではないのである。先の日、米安全保障協議委員会2+2では日米両政府が台湾侵攻時に在日米軍が介入した場合に日本が米軍の後方支援を行うことが確認されている。在日米軍の基地防衛のほか、資源を輸入に頼る日本に重要な影響がある。シーレーン防衛などは自衛隊が受け持つ部分が大きくなる可能性がある。そして例えばシーレーン防衛のために警戒中の米海軍艦船が攻撃を受けた場合に、それを守るために自衛隊が武力を行使できるのかなど、あらゆる事態を想定し、集団的自衛権による武力行使が可能かどうかを急ぎ検討しておかねばならないのだ。中国が初めて作った自国建造ゾラ・カーサントンですが、現在何やら不穏な動きをしています。今回はこの山と詳しく見ていきますね。何やら動いていないみたいです。2021年4月、アメリカは航空母艦セオドア・ルーズベルトを中核とする空母打撃群を南シナ海に展開し、中国が自国の領海だと主張する海域での軍事演習を行う姿勢を見せた。対する中国は航空母艦遼寧を中核とする艦隊を台湾沖での軍事演習に投入するなど、日本側でもその動向を海上自衛隊の艦艇、航空機らがつぶさに追跡していることが報じられてきた。さらに、中国は国際初となる航空母艦山東を南シナ海での軍事演習に送り出しており、同海域における中国の並々ならぬ強気な姿勢を示すものだとして、周辺国の注意が向けられていたといえる。現在中国海軍が就役させている航空母艦はこの遼寧と山東の2隻のみであり、対外的には中国海軍の力の象徴的な存在として、アメリカに負けない空母打撃群の保有を目指したものだ。遼寧の大元は旧ソ連崩壊後にウクライナで未完成のまま放置されていたアドミラル・クズネツォフ級航空母艦ワリャーグを中国がスクラップ目的で入手したものである。あくまで軍事目的ではなく、テーマパーク等の商業利用を名目とする口実で、中国は1998年に入手したのだが、2012年には航空母艦として就役させ、中国軍初の航空母艦となった経緯を持つ。遼寧は基準排水量5万3000トン、
満載排水量 59,439トン、全長305メートル、全幅78メートルの航空母艦としては、中型の船体に、およそ60機ほどの航空機を搭載することが可能とみられている。排水量や全長等の規模から見れば、60機の搭載機数は少なくはないが、そのうち、戦闘機は J-15 を最大24機前後の搭載に止まるとみられており、航空戦力としての打撃力は限定的である。この艦載機である J-15 は、母艦と同様にウクライナを通して入手した。ロシアの SU-33 戦闘機の試作機を用いて、中国軍が航空母艦用に開発した。戦闘機と見られており、2013年から運用されている。ただし、遼寧自体が船首部にスキージャンプ式の発艦方式を採用した航空母艦であるため、J-15 戦闘機の発艦には燃料、兵装ともに、著しい制限が必要となるため、やはり攻撃力には疑問が残る。3トンは、遼寧を完成させたノウハウと技術をもって、中国海軍が自力で完成させた国産第1号の航空母艦であるが、発艦方式に、スキージャンプ式を採用している点などは踏襲されている。3トンは推定値だが、基準排水量55,000トン、満載排水量70,000トン、全長315メートル、全幅 75.5 メートルと、遼寧より大型化が進められており、J-15 戦闘機も 1.5 倍ほどの36機の搭載が可能なようだ。この3トンの規模感は、アメリカ軍の大型の原子力航空母艦を除けば、すでに世界最大の域に達しており、2019年12月の就役以来、中国海軍の威容を知らしめる艦艇として、大いに政治的にも利用されている。中国海軍では、この3トンに続く航空母艦の建造に、すでに着手しており、003型と呼ばれるこの新型航空母艦からは、ついにスキージャンプ式を廃止、電磁式カタパルトを装備するものとみられている。加えて、003型航空母艦の動力源には、アメリカ海軍と同様の原子力推進が、採用される見込みであるとも報じられており、使用上からはアメリカ軍の、大型原子力航空母艦に被験し得るとの見方もある。ただし、ここで問題となるのは、カタパルト射出に対応した艦載の航空機、特に戦闘機の開発だと指摘されており、長年の運用実績と実戦経験を経てきたアメリカ海軍にすぐに対抗する戦力とはならないだろう。しかし、すでにカタパルト射出に対応したステルス艦上戦闘機の開発も中国は同時並行で行っているとみられ、空軍の J-20 等に続く海軍用のステルス戦闘機の出現も間近ではあるようだ。この2021年5月にアメリカ側が公開した情によれば、フィリピン沖の海上で停止している遼寧の姿を目視するアメリカ海軍の駆逐艦マスティン艦長の姿が写真に収められており、物議と憶測を醸している。というのも、2021年4月には衛星写真によって、三亜の基地から出港した。
3トンが丸1日以上同様の海域に停泊していたことが指摘されていたためであり、何らかの理由で両艦ともに作戦行動を停止していたようだ。こうした状況からは、遼寧や山東が空母打撃群としての行動が困難な状況にある。例えば、補給艦や随伴艦艇との艦隊行動が困難な状況にあるのではないかと見られる原因ともなっている。特に、遼寧の写真からは、敵であるアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦マスティンを至近距離に近づかせていることが憶測を呼び、護衛の艦隊が機能していないのではないかとすら揶揄されている。こうした海外からの批判を受けた中国国防省は当初強気の声明を発表していたが、中国海軍の高官が拘束され、遼寧等の能力について責任追及が行われているとも言われ、大事に発展する可能性も浮上している。現在軍事演習を終えた中国空母遼寧ですが、中国へ帰還しています。今回は沖縄、台湾での遼寧と中国艦隊の動きを見ながら詳しく見ていきますね。日米ともに今回は睨みを利かしています。そのためか中国空母3艘が動かないという事態に果たして、南シナ海のアメリカの空母、ルーズベルトが中国の遼寧打撃群を追跡中というニュースが飛び込んできました。大国の空母打撃群が退治したという緊張が走る事態です。ハラハラする状況でしたが、遼寧が我慢比べに負けて動き出しました。そのせいで、遼寧の打撃群の情報は、すべてアメリカが手に入れたことになります。2021年4月3日、海上自衛隊は、中国の航空母艦遼寧と駆逐艦3隻、フリゲート艦1隻による6隻の艦隊が、沖縄本島と宮古島間の公海を通過したと発表しました。実は、この艦隊の行動を追尾していたということも、公にしたのです。この艦隊を追尾と監視業務に当たっていたのは、海自の護衛艦鈴月と、B1 哨戒機、B3C 哨戒機等の航空機です。中国の艦隊は、公海上の通過でもあり、特に問題となる行動はなかったそうです。そもそも、この遼寧という艦艇は、
中国海軍初の航空母艦ではありますが、練習用艦艇という位置にある艦なので、護衛の艦艇と艦隊を編成して、太平洋方面へ抜けて軍事演習をために、航行していたものとみなされています。事実、2日後の4月5日には、中国海軍が航空母艦遼寧島の6隻の艦隊が、台湾沖太平洋海域での軍事演習を行ったと発表しています。この軍事演習は、台湾やアメリカに対する示威行動だろうと考えられます。今までも台湾の防空識別圏への侵入を繰り返してきた中国ですが、2021年に入ってからは回数も侵入する数も増える一方です。遼寧を中心とした艦隊の軍事演習も言うまでもなくそのような行動の一つということが伺えます。海洋進出を続ける中国の動きに呼応したかのように、アメリカ海軍は、4月9日、大型の原子力航空母艦セオドア・ルーズベルトを中心とする、空母打撃群を南シナ海に派遣したことが報道されました。アメリカ26代大統領の名前と同名で、史上最大の軍艦と呼ばれるほど、巨大なセオドア・ルーズベルトですが、この空母打撃群には、アーレイマーク級駆逐艦のラッセル、タイコンデロガ級巡洋艦のバンカーヒルが含まれているだけでなく、護衛艦として、複数のイージス艦を従えています。これらの艦艇に加えて、ワスプ級強襲揚陸艦のマキンアイランドも、ここに合流しました。陣容を聞いただけでも、アメリカの威信を、かけたかのような、かなり大掛かりなものだったことには、違いないようですね。これらの艦艇による、軍事演習を南シナ海で行ったことを公表すると同時に、この行動が中国への牽制行動ということも明示しました。中国とアメリカ、世界の軍事大国である2つの国が航空母艦を中心にした空母打撃群艦隊を繰り出して軍事演習を実施したということは、字を見ただけではあまり差のない戦力を見せつけようとしたのではという感じがしますね。しかし、中国とアメリカには、まだまだ大きな差があるのです。中国艦隊の中心は空母遼寧ですが、前述の通りの練習艦です。ということは、艦載機も少ない数しか搭載できませんし、航空機を発出するための、カタパルトもありません。ですから、空からの攻撃に使える兵器の攻撃力は、アメリカには、はるかかに及ばないレベルです。中国艦隊に随伴させている駆逐艦についても中国製イージス艦と言っていますが、アメリカのアーレイバーク級駆逐艦、タイコンデロガ級巡洋艦などに設置されている本家本元のイージスシステムとは格段の差があると思われます。中国のこういった水上戦闘艦は母艦である航空母艦の防衛が本来の主な任務でした。しかし、長い時間をかけて積み重ねてきた複数のターゲットに対する防空対処能力についても、まだまだ中国はアメリカ軍の水準には達していないだろうと推測されます。つまり、万が一この2つの空母打撃群同士が真正面からぶつかる最悪の
事態になったとしても、今の時点では攻撃力についても防御力についても中国海軍がアメリカ海軍より優位に立つということはありえません。もう一つ、空母打撃群には必ず攻撃型潜水艦がついてくるはずですが、両国潜水艦の性能を比べてみても、対潜戦哨戒能力の点から見ても、中国海軍のレベルは低いので、正直脅威とは思われませんね。当の中国は、そんなことは嫌というほど理解しているはずです。だからこそ、自身に全く勝算のない今時点での空母打撃群同士の衝突などは考えていないでしょう。衝突したら中国自身が手ひどい傷を負うことになりかねません。アメリカ軍に対してはあくまで威嚇程度に止めると推測されます。中国が武力を行使するとすれば、アメリカのような大国ではなく、自分よりもずっと力が劣る相手だろうと思われます。さらに条件を加えれば、最大のライバルであるアメリカと政治的にも少し距離のある国、例えばフィリピンやベトナムあたりを狙う可能性が予想されます。長い間、アメリカ軍基地を置いていたフィリピンですが、増大する。基地負担金が国家予算を圧迫したため、ピナツボ山の噴火などもあったことで、1990年代に駐留アメリカ軍基地を廃止しました。アメリカ軍はフィリピンから撤退したのです。その後のフィリピンは中国に接近していたようですが、南シナ海への海洋進出を進める中国と、スプラトリー諸島の領有権をめぐって対立が激しくなっています。2021年3月、このスプラトリー諸島内のウィット山礁周辺に、中国船舶が200隻以上も集結したことが確認されました。フィリピンはこれに、抗議する目的で、FA-50 ペーハー戦闘機を出撃させました。この FA-50 ペーハー戦闘機は、韓国製で、購入した国の多くでは練習機として、使用しているのですが、フィリピンでは唯一無二の戦闘機として実戦配備していましたから、これを投入する姿勢を示したことで中国へ対抗する意思を明らかにしたとも言えましょう。虎の子の戦闘機を見せて脅しをかけたというわけですね。こうしたフィリピンの動きに対する中国海軍の動きですが、前出のウィット山礁周辺海域に新型の22型ミサイル艇を投入しました。この船は対艦ミサイル8発、防空用にも使用可能な 30mm ガトリング機関砲を備えた艦艇です。フィリピンに舐められてられるか、とばかりの中国の行動ですね。フィリピンの FA-50 ペーハー戦闘機が、中国側の予想を裏切って接近してきたら、格下の相手とみなしている中国は対空兵器としての、30mm ガトリング機関砲を使用する可能性も考えられます。いずれにしても、南シナ海の緊張の度合いは、ここ数年で飛躍的に高まってきたという意見を聞くことが多くなりました。しかし、中国がことを構えるとすれば、巨大なアメリカではなく、自分より力が弱いと、上から目線態度で臨める
周辺国を相手にした事態が確率としては高いのではないでしょうか。